ガチョです。これ僕のランニングスペックです。この前50歳になりましたが、50になってもこの記録更新できるようにまだまだガチで走っていきます。僕はのラジオポッドキャストを配信しています。1年ぐらい前から始めていて、今150話ぐらい、アップしてますね。1話だいたい10分ぐらい。配信先はボイシー、スタンド FM、アップルのポッドキャスト、それからスポティファイなんかに上げています。その中で6話 YouTube 用にギュッとまとめて、改めてアップをしようと思っています。テーマはね、エネルギーにまつわるもの、走りながらだとか何かしながら隙間時間でも聞いていただければというふうに思います。それではどうぞ。ガチョのランチャンネル、ランチューバーのガチョがお送りする走りながら聞くラジオスタートです。走るモチベーションがアップする内容を目指していきます。耳に情報をお届けすることで走りたい気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。今週末はね、僕久しぶりにフルマラソンを走ってきます。約1年ぶりですね。この騒動がね、勃発してしまい、当初入れていたレースが中止になってしまったりとかして、本当はもっと高頻度に出走するはずだったんだけど、こればっかりはしょうがないですね。はい。あさってになるんですけど、大会を開催してくれるだけありがたいので、もうとにかく持ってる力すべて出し切っていきます。目指すところは3時間以内ですね。はい。どうなることやらということで、はい。で、毎回ですけどね、僕フルマラソンはトレランのレースよりも緊張するんですけどね、ドキドキっていうよりもなんか落ち着かないそわそわした感じ、もう今更なんかもうジタバタしても仕方ないんですけどね。はい。できることっていうと、その天気予報を見て何を着ていくとか、忘れ物ないように帽子とかサングラスとかね、参加証とかそういうのを持っていくこと、準備しておくことと、あとエネルギージェル、これを用意して着ていくウェアにジェルを突っ込んでみて、こう走る動きをして違和感がないかを確認することぐらいかな。はい。で、ジェルはね、いつも僕使っているのがメダリスト、グレープフルーツ&ハチミツかな、あの味が好きなんで、それを今回も使おうと思います。4つかな。摂取するタイミングは僕は方程式で決めていて、10キロ、20キロ、30キロ、35キロ、これでいこうと思います。そんなことも僕が去ってフルマラソンを走るってこともあって、今回はエネルギー補充のその話をしようかなというふうに思います。フルマラソンを走る時のそのエネルギー、3時間から4時間ぐらい走り続けるわけじゃないですか。その時に、使うメインとなるものは2つあって、これよく言われてるけど、1つは糖質で、もう1つは脂肪ですね。で、この2つをね、うまく使うことがすごく大事です。それは僕実感してます。なかなかできないけど。で、レース中にエネルギージェルを取る目的はもうまさに糖質を補充することです。で、その補充したジェルっていうのは体に入ると糖質エネルギーになる。で、効き目っていうのはよく言われますけど、10分から15分ぐらいだって言われてますよね。で、それは僕も感覚的には合っていて、どうなるかっていうと元気になる。もう少し具体的に言うと、力が入るようになったりとか、前のランナーに追いつくぞっていうそのやる気みたいなものがメラメラと集中力が増してくるっていう感じですね。ただね、これって効き目がすぐなくなっちゃうんですよ、やっぱりエネルギージェルは。理由は、糖質って貯められるいわゆるタンクの量がすごく少ない。で、スタート前にカーボローディングとかね、すると思うんですけど、あれはまさに糖質を体に蓄えることですよね。で、ただ蓄えられる量って、人それぞれ多少違うんでしょうけど、一般的には多分2000キロカロリーぐらい。なのに、で、2000キロカロリーだと、だいたい90分ぐらいで、エネルギーはなくなっちゃいます。糖質エネルギーはなくなります。そうすると足が止まるっていう。それを防ぐためには、これ重要な、もう一つの脂肪。これを使えるかどうかなんですよね。で、いわゆる皮下脂肪として蓄えられて いて、だいたいこう、5万とか6万カロリーとかって言われてます。眠ってますね。
で、まあ、その皮下脂肪って使われるまでにすごい時間がかかる。でその使うまでに時間がかかるその脂肪かつその5万とか6万っていうのをうまく引き出せば、フルマラソンではすごく有利になります。いわゆる足が止まらず一定のスピードで走り続けることができる。まあこんな話すると、あの脂肪をその最初から使う方法ないのっていう話なんだけど、これはない、あの僕が知る限りではないです。脂肪を使う時にはその火種っていうものが必要で、それがまさに糖質なんですよ。だから糖質が必要、糖質があっての脂肪みたいな、そんな感じですね。でこれちょっと重要なんだけど、その体内の糖質がねどんどん減っていくわけですよ、走ってると。そうするといわゆる血糖値が下がってくる。で血糖値が下がってくると、体のこの生命維持装置みたいなものが働いて、その体に残っているこう動くためのエネルギーになる糖質を節約しようっていうふうに脳がもう言ってくるわけですよ。でそうなってくると、もう少なくなってきたエネルギーを使わないようにするから、体が動かなくなってくる、足が止まる、いわゆるエネルギー切れに近くなるということです。そうならないためにレース中はもう一定の量をの糖質単価に入れておかないと、脳が間違って安全装置を働かせないように、ジェルを使ってタンクにつどつど入れておくと、いわゆるエネルギーの出し惜しみを防ぐわけですね。でもうこれ繰り返して言うけど、脂肪エネルギーをしっかりと使うためには糖質のエネルギー、これをうまい具合に火種として活躍してもらわないとダメ。はい、これすごいわかるんですよ。ゆえに僕は10キロ、20キロ、30キロ、35キロ、このタイミングで、いわゆる血糖値が下がりそうなタイミングでもう体に入れておく。決してそのなんだろう、お腹が減ってきたとか、そういうふうには考えてないですね。もう、いわゆる10キロの看板が見えたら、もう、なんだろう、もう、ポッケに入れているものを口に入れる。体が干してようが干してまいが関係なく、そういうふうにしています。はい。で、あと、そう、糖質と脂肪のそのタンク量っていうのは人によって違ってきます。これはね、これもよくわかるんだよな。走り始めた頃と、その今8年経っている僕を比べてみると、多分ね、まあ、走力だとかっていうよりも、まあ、それもあるんだけど、そのタンク量っていうのは、ね、明らかに増えてますね。疲れにくくなっていることは事実です。これはどうやって増やすかっていうと、もう本当に練習だと思います。走り込むとかそういうことになってくるんでしょうね。だからウルトラ系の長距離をやっている人たちは、その、糖質のタンクも脂肪のタンクもすごく大きいし、使用の効率がすごくいい。でさっきも言った通り、火種となる糖質があって脂肪が動くって言ったけど、そのいわゆる回路、指令に対して のちゃんとこう火種を用意してパッとなんかこうきっかけを作ったら糖質がね燃えてね、そうすると脂肪がちゃんと燃焼するっていう、その、回路が発達してるんだと思います。いわゆる脂肪代謝が優れてるんです。これなかなかできないけど、で逆に走り始めたばかりのランナーさんだと、その脂肪の効率が悪いっていうか低い、どうしても、そのつなぎ込みの回路がまだ整ってないので、糖質だけに頼った走りになっちゃう。でそうするってくると、2000キロカロリーぐらいしかタンクには貯められないから、必然90分ぐらいで足が止まってくるということなんですよね。だからなんだろう、その脂肪と糖質のその関係性みたいなものが分かれば、走力を磨く練習、それもやりながらも頭の中で今こう脂質に切り替えるタイミングだとか、あとは糖質が下がってきてお腹が減ってきたなと思ったら、何かしら練習中であってもこうジェルなり、エネルギーにすぐ切り替わるようなもの、糖質のエネルギーに切り替わるようなものを体に入れてみるとか、そういうことをすると、なんとなくその脂肪代謝、脂質代謝がうまくできるようになってくるっていうふうに思います。今回の話ってね、なかなか難しいので、僕がお話できるっていうのはもうこのぐらいが
限界って言ったらだけど、はい、もっともっと僕もこの辺って勉強していきたいと思ってるので、頭にどんどん知識が溜まってくればそれをこうラジオだとかで、発信していきたいというふうに思っています。はい、まあ、ただね、この関係性、糖質と脂肪の関係性だとかエネルギー補給がすごく大事だよっていうことが分かっていれば、何かしら次手を打つ手段も見えてくると思うので、はい、まあ、そんなことで今回の話聞いていただければというふうに思います。僕はあさってですねフルマラソンを走ってきますが、なんかこう今話したことって自分に言い聞かせてるところもあってなんとか言った通り、当初言った通り、目標としている3時間切りができるように頑張ってきます。はい、またこれもね、また次回かその次か分かんないけど、フルマラソンの結果なんかはご報告させていただきたいというふうに思います。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。ランチューバーのガチョウがお送りする走りながら聞くラジオスタートです。走るモチベーションがアップする内容を目指していきます。耳に情報をお届けすることで、走りたい気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。昔のトレラン雑誌をめくっていたら面白いアンケートの記事がありました。2017年の春号のマウンテンスポーツマガジンですね。お題はね、トレイルランニングレース意識調査。ネット上で、大体270人ぐらいからアンケートを取った内容をまとめてくれていました。まあ、いくつか設問があったんだけど、その中で目についたのがこれです。エイドステーションにあると嬉しい食べ物、飲み物は何っていう質問。まあ今はね、こう騒動が起こってるから、制限がエイドステーションに出せるものの制限があるんだろうけど、まあ、でも面白いので今回、ラジオでお話ししようと思います。その、ね、アンケートには13個載ってたんだけど、まあ、今回はトップ10ということで読み上げたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。第10位はチョコレート。これ確かにね、まあわかる、持って走ると溶けちゃうからね、エイドステーションにあると嬉しいかもしれない。エネルギーもあるし美味しいし、チョコレートはありがたいかな。はい、それが第10位ね。第9位がジェル。でこれ9位にジェル入ってるけど、なんでだって、だって持って走ってるのにね、なんて、足りなくなっちゃったとかっていう風に思ってしまいました。ただね、まあよくよく考えると、大抵そのトレランのレースってスポンサーにジェルのメーカーって入ってるじゃないですか自分を思い返すと、確かに僕もレース中に、あ、これいいじゃんって言ってジェルが置いてあったりとかすると、口にするかもしれない、してました。でこの前の去年の12月にやった伊豆の伊豆トレイルジャーニー ITJ でも、やっぱりエイドステーションにあったんですよね、メダリストの粉が。でグレープ味っていうのがあって、これ飲んだら美味しかったな、なんて。まあ確かにそういう意味ではジェルもあったら嬉しいかもしれないですね、新作とかね。まあ、ただ体調を気にする人はあんまり手を出さない方がいいかもしれない。こういう新しいものとか食べたことがないものを、レース中に体の中に入れるとあんまりいいことはないかもしれないので、その辺はちょっと注意かな。はい、で続いて第8位が麺類。麺類はね、もっと上位に来るっていうふうに思ってたんだけど、意外にこの辺にいましたまあ温かい系だとね、体にこう入れるとすごく元気になるんで、特にそばとかうどんだったらサクッと食べられるし、いいですよね。で僕の思い出で言うと、信越語学の100マイルのレースに出た時に、ちょうど真ん中ぐらいだったかな、ラーメンがあったんですよ。これがね、ラーメンがめっちゃうまかった。でまあ食べた時もうまかったんだけど、その前のエイドで次のエイドステーションではラーメンが出るよって聞いたことで、すごいこう気持ちが盛り上がって、ラーメン食いてっていうモードになったことを覚えています。はい麺類はモチベーションアップにつながります。はい、次、7位、水。これも当たり前というかマストですね、エイドステーションの機能として。これの思い出で言うと、3年前の UTMF を走った時の失敗がありました。
最初のスタートして最初の阿波倉っていうステーション、エイドステーションがあるんですけど、それは水だけ提供するウォーターステーションなんですよ。だけど確か20キロぐらいいたところだったかな。行ったらね、すごい混んでたんですね。ざわざわしてて、水ちょっともらうのに時間がかかりそうだったから、まあいいかと思ってもうパスしちゃったんですよ。水はあったんだけどね、ただそんなに量はなかった。多分1リッターな800ぐらいだったかな。でそのままその、先進むとMF UTMF で、まあボスとしてノミネートしてるけど、天津山域があるんですよ。結構ガツンと登るところ、それがね水がなくなっちゃってて、自分で考えてた以上に飲んじゃってね、めっちゃ苦しかったことを覚えています。だからね、この反省はやっぱスタートしてまだ体が元気なうちなんだけど、水も欲してなかったとしても、しっかりと補充しておく。でその場所になんでウォーターステーションがあるのかっていうのをちゃんと考えないとダメですよね。絶対そこにある意味があるので、それがないと後で苦労、そこでちゃんと水を補充しておかないと苦労するよっていうことを、大会主催者は多分言ってたんだと思います。反省です。6位、味噌汁、これはうまい。もう味噌汁うまい。塩分補充とあとは水分補充、もうエイドにあったら絶対に 手に取るべきだし、まあ、これも温かいから体に受け入れやすい。本当に味噌汁はいい。で第5位が次、おにぎりですね。もうこれは元気の源のシャリ玉ですよ。ただこれもご飯ものなんで、こう体に入れてからパワーに転換されるまでにちょっと時間がかかりますよね。だいたい90分とか、2時間ぐらいはかかるから、なんかこうすぐに体を動かす速攻性を期待していたらダメです。効かない空腹感を紛らわせることにはなるけど、多分一緒にそういう時にはすぐにでもこう体を動かしたいという時にはジェルみたいなものを一緒に食べた方がいいですね。そうすると何だろう、ぐんと、ジェルで上がって、ジェルは多分すぐに効果が薄れてくるから、薄れた頃に少しずつこうご飯のパワーが体に生かされてきます。そういう取り方がいいと思います。第4位、バナナ。これは栄養バランス最高ですね。果物の糖分はすごいエネルギーに変わりやすいです。でかつバナナにはビタミンとかミネラルもたくさん含まれてるんで、本当にこれは食べるべきですね。で食感も滑らかだから食べやすい。あ、そう、ただバナナって1本で、カロリーって86キロカロリーぐらいしかないです。で大抵こう半分に切られたりとかしてるから、もしくは3分の1にね。そう考えると、エネルギーとしてはあんまり期待できないよということは一応頭に入れておいた方がいいかもしれない。続いて第3位がスポーツドリンクですね。これはもう飲むべきですね。ナトリウムの補充、まあその場合は飲まなくてもいいけど、ソフトフラスコだとかハイドリに入れていって道中口にするっていうのがいいと思います、スポーツドリンク。それから第2位が地元の名産、まあこれトレランレースの楽しみはこれかもしれない。UTMF だったら富士宮焼きそばとかね、コーミーの100マイルレースだったらコーミーそばとか、まあ、その他いろいろありますよね。そうめんとかまんじゅうとか、これは走るモチベーション、次のエイドステーションに向かう時のモチベーションとしてはすごい大事。なきゃ嫌だ。そして流行る第1位、これはもう多分想像通りだと思いますけど、コーラですね。僕はもうコーラがないとダメっす。UTMF 多分出ると思うんだけどな、コーラぐらいは。でコーラは、まあ、水分であって、エネルギー糖分であって、あとは喉越しがこういいということで、疲れた体をシャキッとさせると気分転換になる。であとはね、カフェインが入ってるっていうのはやっぱり、効果が実感できる理由かもしれませんね。集中力がアップするとかそういうことが、狙いとしては僕はあります。であと長いレース、ウルトラトレイルとかっていうものになると、いわゆるカフェインが眠気対策にもなります。はい。でなぜかね、コーラは僕は飽きないんですよね。ウルトラトレイルで30時間走っても、もう最後の、最後まで飲み続けることができます。
すごい不思議ですよね。ゴールした後も飲めるからね。どんだけコーラ好きなんだよって。はい。はい、こんな順位になりました。まあ、騒動がね、勃発してる中なんで、収束するまでは、エイドに今言ったようなものが、全て並ぶことは難しいかもしれないけど、ただ、なんだろう、少しずつ提供されるケースも増えてますよね。例えば、年末のイズトレイルジャーニー ITJ では、いろいろ並んでました。名産品も出てたし、確かもう、ご飯ものバーもあったな。それからあとは、そう、コーラも、コーラがね、ミニ缶で出てたんですよ、ミニ缶。よくスーパーとかで売ってるじゃないですか。自動販売機に出てるあの大きさではなくて、もっとちっちゃい缶。あのサイズは最高に良かった。うん。あの出し方はね、ちょっとこれから他の大会でもぜひ、参考にしてほしいなっていうふうに思います。衛生的にも缶だったらね、飲んだら捨てられるし。はい。エイドステーションの飲み物とか食べ物って、もう走るモチベーションには欠かせないっていうふうに思ってますし、皆さんきっとそう思ってると思います。ちなみに皆さんのお気に入りは入っていたでしょうか？はい。まあね。早く収束することを願ってます。それで、昔のようにエイドステーションにいろんなものが並んでることで走るモチベーションがどんどん高まっていくと、はい、早くそういう日が来ればいいですね。今回は以上です。はい、少しでもね今回の話題が楽しめたら嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。ランチューバーのガチョウがお送りする走りながら聞くラジオスタートです。走るモチベーションがアップする内容を目指していきます。耳に情報をお届けすることで、走りたい気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。今回は脂質代謝、これを促すためにやっていることっていう内容でお話ししたいっていうふうに思います。走るためのエネルギーは糖質と体脂肪だと思います。で、糖質はね、口から入れる、いわゆるそのマラソン大会とかあると、その前にがっつりとパワーを、ね、溜め込むために白飯とあとはうどんとスパゲティと、そんな類をですねたくさん食べるじゃないですか。いわゆるカーボローディングすると思います。ただこれで体の中に溜められるエネルギーって、せいぜい2000キロカロリーっていうふうに言われています。で、対して体脂肪は1キログラムでなんと7200キロカロリーあるんですよ。僕たちの体には眠っています。で、自分の体で言うと体脂肪はですね 9% ぐらいなんで、それで計算すると体脂肪のエネルギーは体の中に4万1500キロカロリー入ってます。なので糖質タンクで貯めた2000キロカロリーの20倍、約20倍入ってるんですね。故にその長い距離を走るためには体脂肪エネルギーが使える体になることが大切だっていうふうによく言われます。もうおっしゃる通りですね。で、2000キロカロリー、糖質の2000キロカロリーは多分ね持って90分ぐらい、なんか皆さん追い当たる節があると思うけど、その走っててマラソン大会とかでね、だいたい90分過ぎると体が重くなってきて動かなくなって足がだんだんこう止まってくるじゃないですか。それはまさに糖質エネルギーがなくなってきたと、ガス欠です。そうならないために体脂肪を使えるようになる必要がある。で、これランニング習慣でやってる人、その人の場合の話をすると、体の中のエネルギーは運動負荷が低い時に体脂肪が使われ、そして高い時は糖質が使われる。で、たださっき言った通り、そのランニングが習慣になっている人っていう条件がつきます。で、そういう人はだいたいね、体内に体脂肪を活用するっていう回路が少しずつでもできてるはずなんですよ。ただ、運動を日頃してない人に関してはその回路が全くないので、その運動するその負荷が高かろうが低かろうがもう糖質エネルギーを使うことになります。なので、習慣的にこう運動することがすごく大事だ、
回路を形成する上でも非常にポイントになるっていうことですね。はい。で、前回のラジオで話をしましたけど、その糖質が使われると、体の中に乳酸、疲労物質ですよね、乳酸が溜まっていきます。で、その乳酸は運動を続けているとある時点から急激に溜まるっていうふうに言われてます。そのある時点、それが、乳酸性作業域値、敷地ですね、LT 値です、いわゆる。で、フルマラソンでその90分走ると、糖質を使い切るってさっき話をしましたけど、そこからこううまくですね、脂肪エネルギーに切り替えることができるかできないかっていうところだと思います。それでなんとなく走る時のエネルギーの使われ方って分かってきません？で、僕はね、4月に UTMF っていう富士山の周りを走る164キロの、ウルトラトレイルレースに出走するんですけど、だいたいね、ゴールするまで30時間以上はかかるんですよ。となると糖質エネルギーじゃとてもじゃないけどもう90分ぐらいで終わっちゃうんで、残りの28時間以上は非常に苦しむことになります。そうならないために体脂肪が使える体になっておかないとちょっといかんなということをすごく思っていて、今2月の後半なんで、あと2ヶ月ぐらいかな、大会までは。急ぎですね、今脂質代謝が使えるような体に、整えてます。で、その整えるために今3つのことを意識してやってるので、その話をしようと思います。で、これは、ウルトラトレイルレースに出る僕の話でもあるんだけど、フルマラソンとか、あとはもう少し長いウルトラマラソンとか、そういう長くこう距離を取らなきゃいけないというか、走り切らなきゃいけないことを目的にしている人にも、何か参考になるんじゃないかなというふうには思います。一つ目はね、LT 値、さっき言った乳酸性作業域値で、そのペースで走るっていうことですね。僕の LT 値は4分10なんですよ。はい。で、4分10秒よりも早くなると糖質がぐんぐん、いわゆる糖質が使われていくので、乳酸が体の中にどんどん溜まっていきます。なので、フルマラソンではできれば4分10ぐらいのペースで行かないと3時間ぐらい動き続けることはできない。例えばこれが3分50とかで行っちゃうと、もう完全にスピードオーバーなので、体の中に乳酸がどんどん溜まっていってしまうから、もう早々に終わりますね、打ち上げ花火で。で、言いたいことは、その LT 値の僕で言うと4分10あたりだと体脂肪の使用率がマックスなんですよ。スピードが例えば、5分キロ5、4分30で4分っていう風に、4分10かっていう風に上げていくと、だんだんね、体脂肪の使用比率は上がっていくんですね。はい。なので、僕が意識しているのは、限りなくその4分10っていう自分の LT 値に近いスピードで走る練習をしています。なのでね、今シーズン僕フルマラソン2回入れてるんですけど、それはもちろんサブ3を達成したいっていうことは公言してるし、それを目標にしてるんだけど、一方で体脂肪が使える体にしたいっていう思いも実はあったりします。はい。で、2つ目、これはね、練習中にもジェルを取るってことをしてます。脂肪は単体では燃えてくれないんですよ。糖質がないためなの。これがまた難しいところなんだけど、糖質が火種になるんですよね。その糖質がないと、さっき言った僕の4万1500キロカロリーは導き出せない。なので、練習中にも、時間を決めて1時間おきとかかな、大体ジェルを取るようにしてます。そうすると脂質代謝がスムーズに行われる回路が少しずつだけど整っていく。それを狙ってます。そして3つ目はね、その糖質を、要はメインで使う脂質代謝を促す練習のタイミングを工夫してるっていうことですね。さっき言ったその LT 値を狙ったペース走とかもするし、
あとはこれ土曜日か日曜日かどっちかなんだけど、5時間から8時間ぐらい山にいて走るっていう長い時間こう動き続けるのも脂質代謝の練習にはなる。ただ、土日はその辺の練習ができるんだけど、平日はなかなかできないし、その平日の5日間何もしないのはちょっともったいないので、僕はね、朝走るようにしてます、朝ランですね。で、朝ってすごくその脂質代謝を促すには絶好の練習のタイミングなんですよ。やっぱり前の晩に夕食を食べて朝起きて走り出す前にだいたい10時間ぐらい間が空いているので、体の中は空っぽです、で空っぽの状態なんで、そこで体を動かせば当然エネルギーとして脂肪を使いやすいっていうか、体として必然的にそこから持ってこようっていうふうに動いてくれます。とはいえなんだけど、さっきも言ったけど、脂肪エネルギーを使うためには糖質が必要なんで、朝ランをする前にはジェルを取るか、もしくはバナナ1本を取るようにしてます。そうすることで、脂肪を持ってくるのと、あともう一つあって血糖値、これも朝すごい下がってるんで、そこで体を動かすとあんまり体に良くない脳みそも全く働かないので、それも血糖値を少し上げるっていう目的もあって、さっき言ったジェルとかバナナを食べるようにしてます。であとは朝ちょっと気をつけなきゃいけないのは水だね。水分も随分なくなっているので、コップ一杯でもいいから水を飲んで走り出すっていうことが大事です。でないとねちょっと体調を崩すことになるので気をつけましょう。僕昔何も食べない何も飲まないで走ったら気持ち悪くなっちゃって、多分あれ貧血だと思うんだけどね。そういうことにならないように気をつけてください。まあ、そんなことをね、そんなことって3つね、今言った LTH のペースで走るっていうのと、練習中に火種のジェルを取るっていうのと、あと走るタイミング、その朝ランやったりとかペース走したりだとか LTH のね、スピードで、それから土日に長い時間山の中にいるっていうようなことをやって、脂質代謝の体になるように今整えている最中です。で、本当に走力って言ってしまうと筋持久力とか心肺機能っていうこの2つはすごい大事なんだけど、それとも一緒にもう一つ大事なピースとしては、今お話しした脂質代謝、これを促すための回路の形成っていうのはすごい大事だと思います。すごい大事なんだけど、この回路を形成するのはすごい時間がかかるし、体質も随分絡んでくるので、すぐに誰もができるわけでもないし、人によってはすごい時間がかかることだと思うんで、ちょっとコツコツねやっていくしかないかなというふうには思ってます。とはいえ、僕はすごくあと2ヶ月後に迫っている MF が怖いので、とにかくさっき言った3つのことを意識しながら練習していこうというふうに思っています。はい、今回は以上です。このお話が少しでもお役に立てば嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。ランチューバーのガチョウがお送りする走りながら聞くラジオスタートです。走るモチベーションがアップする内容を目指していきます。耳に情報をお届けすることで、走りたい気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。ランニングで最も負担のかかる足の筋肉、これ鍛えてますか？アスファルトをこう走ってる時、着地のたびに体重のだいたい3倍ぐらいの反動があるなんて言われてます。そうするとですよ、60キロの体重だと180キロの衝撃が来るわけです。まあそれが定かどうかはまあ置いといて、少なくともそんだけの衝撃が来ることはなんとなく想像ができるわけで、そうなってくると足の筋肉の大切さっていうのはすごい分かってきます、ランナーとして。で、筋肉、これがね、ちゃんとこう足に整ってくるというかついてくると、その押し出すパワー、着地をした時に蹴り出す押し出すパワーは当然上がってきます。で、かつ筋肉の中にはそのエネルギーの生産工場といわれるミトコンドリアがいるわけですよ。それがたくさん多くいれば燃費よく必要な力を出し続けることができる、つまり持久力が高まるっていうことになります。それに筋肉がつけば、その足の
ダメージ、着地をした時に受けるダメージも軽減することができるので、まあ、腱とか骨とかその辺も守ってくれる、特に長い距離をね走ってるとどうしてもこうダメージが来るんだけど、それを緩和するのが筋肉の役割という話をすると、やっぱ筋トレ、特に足の筋トレしなきゃいけないなっていう風に思いますよね。でも結構地味なんだよな、足の筋肉鍛えるのって。でただ、比較的すぐその筋トレをして効果を出したいということであれば、もうそれはね、もう大きい筋肉狙いでいくのがいいと思います。太ももとかお尻の筋肉とかね、で大きい筋肉にはそれだけ多くのタンクというか、あのミトコンドリアがたくさん住んでるというか生産工場があるので、なんだろう、よりこう効果が高いというか、鍛えれば鍛えるほどミトコンドリアの生産工場は増えてくるのでいいことしかないんですよ。ということで、やっぱりその大きい筋肉を鍛えるためにスクワットとかね、ランジとかクッキース的なことをやっていくわけです。で下半身はもう特にね、ランナーにはすごく重要だというふうに思います。もちろんね、体幹とか上半身もこれ当然必要なんだけど、そっちの話をすると限りなくこのまま続いちゃうんで、その話は今度っていうことで、とにかく今日言いたいのは、走るために必要な足の筋肉、これは少なくとも走り続けていくことを、行うんであれば育て続けなければいけないということだと思います。でちょっと話変わるんですけど、この、言葉知ってますか？女子棒体重って、女子棒っていうのは除く脂肪で体重です。聞いたことあります？これって女子棒体重って体重からいわゆる脂肪を差し引いた残り、言ってしまうとそれは筋肉と内臓と骨と血液と水分です。で脂肪はね、当然だけどイメージ通り減らした方がいいんだけど、この女子棒体重は減らしてはダメなんですよね。で逆に特にランナーだったら増やさないとダメ。僕の話をすると、4年前かな、なかなかね、フルマラソンで3時間の壁が破れなかったんですよ。3時間1桁まで行ってるんだけど、そこからもう一歩先に行けなかった。でそれをこう、クリアするために、その頃はねダイエットを結構やっていて、でよくこれも言うけど、1キロ体重が減れば3分速くなるっていうじゃないですか。でその時確かに3時間6分だったから、単純に2キロ体重を減らせばサブスリーじゃんっていう風にもう結構安易に考えてたんだよな。いやそれはもちろん体重が軽い方が有利なんだけど、でだけど僕が間違えていたのは、その女子棒体重っていう、その認識がなかったんで、その女子棒体重を減らしてしまったんですよね。言ってしまうと筋肉も減っちゃったんですよ。特に大きい筋肉が、太ももとかで、結果やっぱりね、そうやっちゃうと確かに体重は減るから、走り始めた時の初動というか、そこはね調子がいいんだけど、当然ミトコンドリアが貯蔵されてる量も減ってきちゃうんで、どうしてもね筋持久力が持たない、弱い、中盤で失速、スタミナが切れるっていう、そういうことになってくるんですよね。でそれに気づいてからは体重も減らすんだけど、体重計に乗った時に体重も見るんだけど、それと一緒に体脂肪、これも見るようにしています。それがね結構こう合わせて見るようにしないとダメだなっていうことに、こう何年かは気づいて、そこからね、なんかこう筋肉を減らさないで脂肪を減らすっていう発想を、するようになりました。あと最近のほら体重計って結構優れてるから、筋肉量とかその辺も数値が見えたりとかするんですよね。あれあると結構便利だなっていうふうに思います。でその下げちゃいけない女子棒体重なんだけど、
まあ、残念ながらダイエットだけでなく、ダイエットしちゃうとさっきも言ったけど下がっちゃうからね、それ下げないようにしなきゃいけないんだけど、それ以外に下がっちゃう一つの要因としてはこれはもうしょうがないんだけど年齢ね、うん、で年齢がどんどんこう上がっていくと言ってしまうと女子棒体重は特に筋肉はどんどん落ちていきます、まあ、これしょうがない、うん、でその減った分が脂肪に変わっていくわけですよ、反比例して、うん、なので筋肉はもうあるだけそのエネルギーを消費するって言われてるんだけど、その筋肉が減っていっちゃう、いわゆるそれは筋肉が消費するっていうのは基礎代謝っていうことですね、うん、で筋肉ってもうこれまた話飛んじゃうけど、基礎代謝するっていうけど1日にね1キロで13キロカロリー勝手に引いていくんですよ、自動的にね、何もしなくても。だサブスクリプションみたいなもんです、チャリンチャリンと減っていくわけです。なので年齢が若い人たちはもういわゆる筋肉、まあ、女子棒体重が多いで脂肪が少ないから何もしなくてもまあなんだろう、どん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 カロリーが使われていっちゃうんで、スリムな体型を維持する。で年齢が上がっていくとそれが逆転するわけですよ、さっきの話じゃないけど反比例していくんで、うん、筋肉が減ってって代謝量は下がってその分脂肪に置き換わると、お腹の筋肉、お腹のお肉に変わっていくっていう感じですね、うん、だから、まあ、まあ僕はアラフィフっていうか、まあ、今年50歳になるので、まあ、自分に言い聞かせてるわけじゃないけど、ずっとこの先走り続けていくのであれば足の筋肉はやっぱりこう優先的に鍛えていかないといけないなと、決して弱らせないようにちょっとこうジタバタするというかできる限り落ちないような努力を、地味な本当に地味なスクワットとかランジとか空気椅子、これをやっていくしかないなっていうふうに思います、うん、これはね同世代の皆さんとかあとまあ先輩方とか、うん、その辺は本当に、うん、知っておかなきゃいけないことかなと、走り続けていくんであれば、なので、はい、地味だけど足の筋トレはやりましょうはい、今回は以上です。このお話が少しでもお役に立てば嬉しいです。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。ランチューバーのガチョウがお送りする走りながら聞くラジオスタートです。走るモチベーションがアップする内容を目指していきます。耳に情報をお届けすることで、走りたい気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。僕が住んでいるのは神奈川県なんですけど、ようやくなんか春が来たかなというぐらい暖かくなってきました、うん、たまにね寒い日が差し込まれてくるんですけど、ただ基本暖かくなってきたんで、朝起きるのがめっちゃ楽になってきました。あ、本当に嬉しいです。家までね走る のウェアに着替えるまでが大変、うん、まあ、着替えちゃえばね外に行くっていう気持ちになるので、それはそれで、うん、しょうがないから行くんですけど、ただ気分が乗るまでの時間がかかってました、はい、それが随分、うん、楽になりましたね。で着替えてだいたい近所のね川沿いのランニングコースを40分から60分ぐらい朝走ってるんですけど、いやそうするとねまあとにかく腹が減るんですよ、うん、でなんだかね走った後はこう体がなんだろう脂肪の方を使ってるかわかんないけど、そんなに急激に腹は減らないんだけど、もうプロテインとバナナそれかヨーグルトぐらいでこと済ませちゃうんですよ。それでもしばらくは大丈夫なんだけど、ただね昼時になるとめっちゃ腹が減ってくる、うん、で基本ね昼飯に関しては僕はもう普通に食べてます。エネルギー補充っていうこともあって遠慮なく食べます。それはねもう朝ちょっと走ってるからかもしれないけどめっちゃうまい、うん、でだけどねよくある話なんだけど3時から4時ぐらいこのぐらいになるとねまた腹が減ってくるんですよ。そうすると手に取るんですよねおやつを、うん、皆さんはどうですか、まあ、朝走ったりとかする人は
多分何かしら完食しないと体持たないんじゃないかなっていうふうに思いますが、いかがですか？ちなみに僕はね本当甘いの大好きなんですよ。超甘党です。でそれ食べるとなんかこうリフレッシュすることもあるし、なんか気分的にね、で糖が体に入るんで元気になるんですよね。もうスキッとしちゃって、はい。で食べるものをどこで買ってるかっていうと、まあよくあるのはやっぱコンビニかな。でただ最近のコンビニってね、誘惑がめちゃくちゃ多い ケーキみたいなものもなんかこうパッケージに入ってるっていうか、なんかこうすぐ食べられるようなねものになってるんで、もうなんか手にすぐ取っちゃうんだけど、冷蔵庫コーナーというかショーケースコーナーか、あそこに並んでるやつ、もうロールケーキとかね、あんなにもうなんか僕がまだ若い頃って言ったらあれだけど、10年ぐらい前はあんなんなかったからね。本当にいい時代になりました、ただちょっと待てということで、まあおやつネタで今回はお話ししようと思うんですけど、はい。でまあランニングをする上でなんかおすすめのおやつっていう話にしていこうと思うんですけど、あのね、まあ、さっき甘党って言ったけど、どうしてもそのシュークリームとかロールケーキ系、手に取っちゃうんだけど、それはやっぱ生クリームとかバターがね多く入っているんですね。まあ洋菓子はカテゴリーで言うと洋菓子ね。で一方でまあどら焼きとかまんじゅう、この辺は糖質は高いんだけど、まあ、いわゆる脂質、油分は少ないので胃の負担はやっぱ少ないんですよね。負担がかからない。なので、まあ、今日夜走らないよっていう人は別に洋菓子でもいいと思うんだけど、まあ、ちょっとでも、走るとか、ある程度こう気遣いをしなきゃいかん、レース前だからとかっていう場合は和菓子系がいいような気がします。はい。で、和菓子以外なんかおすすめあるかってことでちょっと探してみたんだけど、探してみたっていうかちょっと考えてみたんだけど、いろいろと本なんか見てね、で出てきた答えはあんまりね、僕が想像してたものとあんま変わらなかったんだけど、ドライフルーツ、それからミックスナッツ、それからまあフルーツね、ヨーグルト、このあたりがやっぱりね、いろいろ調べてみても出てくるものでした。やっぱり、ビタミンとかミネラル、それから食物繊維が取れる食べ物っていうのがいいと。ね。ナッツなんかはすごい良質な油、まあ油は油でも良質な感じ、洋菓子と比べれば全然違うわけで、でその中でもナッツの中でもアーモンド、これはビタミン E、 これが含有量がすごい高い、まあ、ナッツの中でダントツだって。でビタミン E はどういう効果があるかっていうと、こう走ってるとよく聞くと思うけど、活性酸素、筋肉を弱らせるというかダメージを与えたりとか疲れさせるっていう要因になるものですよね。それをこう抑え込むことができたりするので、まあ、ボディケアっていう観点ではビタミン E を取っておくのはいいですよね、まあ、サプリなんかもあるぐらいだからね、はい。それから、あとはプルーンとか、その辺はいいんじゃないかな。ドライフルーツ系はすごく、糖質も取れるからおすすめだと思います。ちょっと甘いからね、なんかこう洋菓子系な感じもちょっとするしただナッツにせよそのドライフルーツにせよカロリーは高いので食べる量は注意しなきゃいかんということですね。それからフルーツ、これはもう食物繊維とかビタミン、ミネラルがたくさん入っています。本当に一番いいのはフルーツなんだろうな。で筋肉 の, 組織とか、あと関節周りをこう強化してくれるっていうか丈夫にしてくれる要素もあるし、で柑橘系のみかんとかグレープフルーツはクエン酸が入ってるじゃないですか、酸っぱさね。なので回復力も高めてくれる。で筋肉痛とか、あとちょっと痛めてしまった靭帯とか肉離れとか、その辺にも効いてくるということで、積極的に食べた方がいいっていうことですよね。であとヨーグルト、それから牛乳牛乳飲むかなおやつに小学生みたいだけどね、なんかまあいいか。筋肉の材料ですね、タンパク質が豊富だと。
でかつその筋肉の動きを良くしてくれるカルシウム、これがいっぱい入ってる。あとは筋肉を痛みを取るとか、あと強さを増すとか、そういう効果もあります。なので、この辺の今僕がお話ししたようなおやつを取ることをお勧めします。もう一回言うと、和菓子でしょ、それからドライフルーツ、それからナッツ、それからフルーツ、果実系ね、それからあとヨーグルト&牛乳的なもの、でこれってさ、よく考えるとトレランの補給物系に通じるところがありますよね。だからやっぱり、胃に負担をかけないっていうか、いわゆる脂質的なものは、減らす、増やさない方がいい。その分糖分があるっていうと、さっきお話したおすすめのおやつに、なってくるんだというふうに思います。ちょっと思い出したんだけど、以前にトレランに行った時に僕の友達が補給するためにコンビニに寄った時にシュークリーム食べたんですよ。シュークリームもね、結構必ず置いてあるし、いろんな味もあるし、わかるんだ、手に取るのは。だけどそれ食べた後めっちゃ気持ち悪くなってて、途中でリタイアしてました。だからそれはやっぱり今シュークリームは脂質すごい入って、うまいシュークリームほどなんか入ってそうな気がするので、それはちょっと取るエネルギー補給食を間違えたのかなとは言います。思います。はい、とはいえやっぱりね、何もかもこう制限しちゃうとせっかくのおやつがつまんないものになっちゃうので、洋菓子いいんじゃないですか、とっても。僕はちなみにビアードパパのシュークリームは大好きです。あと六花亭のバターサンド、あれもいいよね。ああいう系はすごく好きなので、そればっか取ってるとあれだけど、あまり良くないかもしれないけど、たまにそういうのを食べるような、そんなおやつ生活がいいんじゃないでしょうか。はい、今回はねちょっとおやつネタでお話をさせていただきました。このお話が少しでもお役に立てば嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。ランチ場のガチョウがお送りする走りながら聞くラジオスタートです。走るモチベーションがアップする内容を目指していきます。耳に情報をお届けすることで、走りたい気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。年齢なのかちょっと分かんないですけど、いやいやそうは言いたくない49歳のガチョウですが、筋肉痛が抜けないとか、朝走ろうと思ったけどなんか夕方になったらなんか体が重いから嫌になっちゃったとかね、あと走って故障したんだけどなかなか治りが遅い、そういうことありますよね。で少しでもね、体の回復を早くするためにできること、これね、タンパク質を体に入れることがすごく大事だというふうに思います。今回はそのお話をしようと思います。タンパク質ってどうです？イメージとしてなんかこう体のパーツを作ってる、その素材っていう、そんなイメージですかね。でもう少しね細かく言うと、まず筋肉でしょ、筋肉ね、あと骨、それから靭帯、そしてその走るとき、体の中に酸素を取り込んで、その酸素をいろんな筋肉パーツに送り届けるヘモグロビン、このヘモグロビンの材料にもタンパク質はなってます。あとはその脳の神経伝達ですよね、やっぱ体を早く動かそうと思って力を入れたりとかするときにパーンといくような、ああいう伝達、そこでもねタンパク質って使われてるらしいです。でその他にもこう体が疲労した時、その免疫力を落とさないというかキープして体調を崩さない、風邪をひかないみたいな、そういう予防にもなってくるのがタンパク質ね。そうなんだと。じゃあそのタンパク質って1日どのくらい成人男性が、女性もそうだけど取らなきゃいけないかっていうか分かります？大体ね、体重 1kg に対してタンパク質は 1g っていうことらしいんですよ。でさらに運動していると、もうちょっと、
こうタンパク質取ってあげないと足りませんよっていうことなんですね。で僕は体重64キロだから言ってしまうと単純計算で64グラムはタンパク質必要なんですよ。でまあなんかこう走ることが習慣になってるんでまあほぼほぼ週間週6くらい走ってるからもうちょっと取らなきゃいけないとなるとやっぱり90グラムぐらい取らないとなんか改めて考えると足りないなっていうふうに思ってます。うん。であとはその運動した後ほらゴールデンタイムって聞いたことありますよね。走った後とかも練習ハードトレーニングしたら30分以内に取らなきゃいけないって、うん、確かにねそれってあの合ってるらしいんですよやっぱり。でそのねゴールデンタイムはどういう状況かっていうと体の中の細胞が口を開けてタンパク質が来るのを待ってるような状況、うん、なのでそこでしっかりとタンパク質を体に入れてあげないと回復が遅くなる。逆に言うとそこでしっかりとタンパク質を体の中に入れてあげると回復が早くなるっていうことですよね。でぐんぐんこう回復してそれが筋肉の成長につながっていくいわゆる超回復へっていうあの好循環サイクルが回ってくるわけですよ。ゆえにやっぱりゴールデンタイム運動した後の30分、うん、その時にしっかりとタンパク質を体の中に入れてあげるっていうことが非常に大事。じゃあどんな食べ物がいいのかっていうことだと思うんだけどね、多分あれねっていうのはきっとあると思うんだけどちょっ と、いくつか、お話しますね。まずその肉とか魚これね、まあ、王道だけどささみ鶏のささみこれは 30g でだいたいねタンパク質は 9g、うん、で豚のもも肉 20g で 6g で鮭の切り身これ一切れで、大体 80g なんだけどこれすごいな 18g 取れます。でもっとすごいのはマグロこれ赤身ね、うん、大体 150g で 32g10 切れだって刺身で、うん、それですごいな 32g は、うん、であとヘルシーな感じで言うと豆腐、半丁いわゆる 150g で大体 10g であと納豆1パック50グラムかこれで、タンパク質が 8.3 グラム取れます、うん、であと気軽な感じで、一品プラスするっていうことで言うと乳製品が入ってくるんだけど牛乳これはコップ1杯210グラムで、タンパク質は7グラムであとスライスチーズ1枚これ20グラムなんだけどこれでだいたい 4.5 グラム卵1個これ51グラム、これでタンパク質が 6.3 グラム取れるということになってます。ほうと、うん、ただね今の話聞いてあの一気に取っても意味ないらしいんですよ。1回の食事で体内に取り込めるタンパク質の量ってだいたい30グラムから50グラムらしい、うん、それ以上取っても排出されちゃうか脂肪になっちゃうだけなのであんまり一気にね溜め込んでも意味がないということなんで理想はやっぱり3回朝昼晩に分けて、例えば 90g 取らなきゃいけないんだったらまあ30、30、30ちょっと難しいけどねなかなか取るのはそれがあくまでも、タンパク質を体に入れる理想的な形、うん、じゃあ僕はどうかっていうとね、まあ、この話ちょっと調べてから気を使って取るようにはしてるんですけど、振り返るとね僕は牛乳は毎日3杯飲んでるんですよ。3杯だからだいたいこれで、タンパク質換算にすると 21g 取れるんですね。であと納豆これも毎日食べてるんですよ。で1パックで 8g でしょ、うん、で卵これは、2個食べて目玉焼きにして2個食べてるのでこれで 12g あとはプロテインを飲んでます、うん、これでね 15g 取れるんです。で今言った僕が言ったやつを全部足し込むとこれで 60g ぐらいあとは夕飯に肉だとか魚とかそういうがっつり系のね、おかずを食べれば、まあ、なんとか
いけなくはない数字だけどね、 90g。 ただ背伸びしないとね 90g には届かないです。なのでちょっとねこれをちょっと意識してからね、取るようにしてるんだけど、なかなか難しいとはいうふうには思っています。皆さんどうですか、この話を聞いてちょっと食生活の改善をしなきゃいけないかななんて思った人も多いんじゃないかなと思います。まあなかなかね、これ続けていかないと意味がないので、そう考えるとね、あんまりこう気合い入れてやるぞって決めていくよりは、こう要所要所でタンパク質を取る意識を持って体の中に入れていく、それがいいのかもしれないですね。はい。まああとあれだね、さっき言ったけどマグロがすごいから、やっぱ今度回転寿司最近はこういう騒動があるから行ってないけど、スシローでも行ったらマグロこればっかり食べようかななんて思ってます。はい。今回は以上です。このお話が少しでもお役に立てば嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。ガチョウでした。いかがでしたか。今日聞いていただいた、ポッドキャスト、ラジオの配信をしている URL は YouTube の動画の概要欄のところに貼っておきますので、ぜひとも登録のほどしていただくと嬉しいです。こんな感じで、YouTube もポッドキャスト、ラジオも配信を続けていきます。ぜひとも引き続きガチをよろしくお願いします。今回は以上です。また次回の動画と放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。ラジオはね、YouTube と違ってカメラの前でこうやってちゃんと話す必要はなくて、どんな格好でもいい、寝そべっててもいいので、マイクの前で話せばいいから、手軽で気軽にできるっていうところがやっぱりいいですね。時間もかからないし、なのでこれからもラジオね、ずっとやっていこうというふうに思ってますので、そちらの方もよろしくお願いします。バイバイ。よろしくお願いします。聞いてください。